高知競馬12レースファイナルレースです。能力偏差値ですが S ランクが1頭、 C ランクが3頭のレースになります。これから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。まず指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定20マイル打ちました偏差値1位の12番の馬からです。この馬2走前に黄色線を10以上上回る優秀な指数をマークしています。笠松では優秀な指数を連続していました。能力的には頭一つ抜けています。前頭比較してみますと、この馬のピンク色が抜けていることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は1300になります。指数のピークですが、2走前の高知は1004です。笠松もずっと1004でした。前走と3走前はいずれも1300で大きく指数を落としました。1300は短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角になります。指数のピークですが、2走前の高知は2番手からの競馬、笠松では、3番手以内の競馬で指数を出しています。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角進入予想図ですが、逃げ馬が2頭、先行タイプが2頭、ミドルペースを予測します。先行力で相当してみますと、この馬が先行力18でトップになります。ここは楽に後位からの競馬ができそうです。次に暫定黒三角打ちました能力偏差値に8番の馬になります。3走前と1月2月に指数をマークしています。特にこの1月の指数は黄色線を15以上上回る優秀な指数です。能力的には20割打ちました12番に迫ると思います。近2走は非常に低指数となっています。ここから復調できるかが鍵になります。距離を見ていきます。この馬は1003でも1004でも高指数を出しています。1003も十分にこなすと思います。展開面を見ておきます。中段からの競馬が多くなっています。この馬の先行力ですが、8で3番手になります。ここは楽に追走できそうです。その他の馬も見ておきます。暫定白三角打ちました能力偏差値3位3番の馬です。近2走連続今回と同じコースで黄色線を上回っています。この馬の指数の青線は山と谷が交互に来る傾向があります。交互タイプであれば今回は指数を上げる順番になります。連帯資格は十分だと思います。次に暫定丸を打ちました能力偏差値4位6番の馬になります。この馬も近2走連続で、今回と同じコースで黄色線を上回っています。この調子を維持できれば連帯資格は十分です。次に暫定×を打ちました能力偏差値5位10番の馬になります。前走黄色線上の指数をマークしています。能力的には上位馬には一歩劣ると思います。ここは3着候補まででいいと思います。以上適性分析を考慮した最終予想印になります。本命に20丸打ったのは12番の馬です。この前偏差値ランク S ということで能力抜けています。距離の面はリスクはありますが、展開枠順の面で高評価しています。対抗丸を打ったのは8番です。展開の面で、
高評価しています。馬券の方ですが、二重丸打った12番を軸に、相手は丸を打った8番、黒三角の3番まで、3着はその他印の入ったところから選択しましょう。